シュナイダープロペラ発電用水車流体式変速機を搭載した機関車、マキシマ流体式変速機を搭載した機関車、グラビータフォイトは、ドイツに本社を置いて、世界規模で活動している、同族経営の機械製作会社である。フォイトグループは、ドイツバーデンビュールテンベルク州ハイデンハイムアンデア、ブレンツに本社を置く、フォイト GMBH が率いている。 フォイト本社は、経営戦略に関する決定を行い、グループの運営全体の責任を負って、関係会社に必要な支援を提供する業務を行っている。フォイトは、全世界で4万2千人の従業員を抱えており、そのうち4200人は、ハイデンハイムで働いている。二千十一二千十二会計年度では、連結決算で十七億ユーロの売上高を、 計上し、利益は1億1400万ユーロであった。フォイトグループは、フォイトペーパー、フォイトハイドロ、フォイトターボ、フォイトインダストリアルサービスの4つの事業部門で構成されている。グループ全体の統括は、フォイト AG の取締役会によって行われており、株主委員会と関西委員会によって補佐されている。フォイトペーパーは、メッツに次いで、 製紙業向けの機械供給で世界第2位でパルプから最終製品まで製紙業務のあらゆる分野を支えている。フォイトペーパーの製品群としては新聞紙、特殊用紙、画用紙、トイレットペーパー、厚紙など各種の紙類の製造機械がある。世界中の紙の生産のおよそ3分の1は フォイトペーパー製の生産システムによって行われている。フォイトハイドロは、フォイトとシーメンスの合弁企業で、水力発電所向けの装置を製造している。世界の水力による電気の約3分の1は、フォイトシーメンス製のタービンと発電機によるものである。主な納入先としては、ナイアガラダキ発電所、イタイプダム、三峡ダムなどがある。フォイトターボは、 機械的、流体力学的、電気的な推進システムとブレーキシステムの製造を行っている。これらの製品は世界中で工場や自動車、鉄道車両で用いられている。ターボトランスミッションの分野では、フォイトターボは世界トップである。フォイトのリターダは流体ブレーキシステムの中では有名なものであり、商用車によく用いられている。 これに加えて他のフォイト製駆動システム、例えば、シュナイダープロペラなどが船舶で使用されている。2005年からは従来の駆動系の供給だけでなく、ディーゼル機関車、フォイト・マキシマの生産にも参入した。2008年12月23日には、フォイト・マキシマ 40cc ディーゼル機関車がドイツ連邦鉄道庁に承認された。 フォイトインダストリアルサービスは技術サービスを提供する会社である。工業的な保守作業や清掃作業、組み立て、工場管理、工程管理などを提供している。ドイッチェインダストリーバルトゥングエージーやプレミアグループ、ヘルマンインダストリアルテクノロジーズなどのフォイトの子会社によって提供されている。1825年、ヨハン・マット・ヘウス・フォイトは 父親のヨハネスから5人の職人と共に機械工場を引き継いだ。この工場の位置には現在でもフォイトの本社がある。この工場では地域の製紙会社や織物工場向けに道具や予備部品などの生産を行っていた。19世紀中頃、ヨハンは宝石機械、羊毛の再生機械、活字の開発を始めた。1848年、 ハイデンハイムの製紙業者、ハインリッヒ・フォエルターと共に、木材パルプからの新しい方法を用いた紙の量産について開発を始めた。ヨハンは新しい処理方法を開発し、1859年に木材パルプを生成して、最終的な紙製品の品質を改善するラフィナーという機械を初めて作り出した。息子に会社を引き継いだとき、 会社の従業員は30人になっていた。フリードリッヒ・フォイトもまた発明家で、運輸源の製紙工場向けに、独自の木材粉砕装置を設計、製造し、当初のラフィナーの設計改良を行った。1869年に、新しい設計に関して、最初の特許を取得している。新しいパルプ処理装置はさらに紙の質を向上させ、 大規模な量産を可能にして近代的な新聞発行の礎を築いた。ほぼ同時期にフリードリッヒは水力タービンの研究を開始し、1870年に最初の製品を納入した。1873年には最初のフランシス水車を製造し、またウィーン万国博覧会で彼の発明に対して功績メダルを受賞した。それ以降、フォイトでは 正式械の個々の部品の生産にとどまらず、さらなる方面へ進出することを決断した。1881年に、J.M. フォイト機械工場という、新しい製造工場を建設し、またドイツゲムリッヒハイムの顧客、レーテルーバー、ベスナーサーに、最初の一貫正式械を納入した。19世紀頃には、フリードリッヒは、 ヨーロッパ中から全世界を飛び回って新しい契約を取って回っていた。フォイトは生死プロセスのあらゆる分野で用いられる機会を提供しており、この分野のマーケットリーダーであった。彼の成果により、ビュルテンベルク王のカール一世は1890年にフォイトを経済委員会のメンバーに加えた。またフリードリッヒは1903年にオーストリアのザンクト・ペルテンに 最初の子会社を設立した。1913年にフリードリッヒが死去した時点で、彼のハイデンハイムとザンクト・ペルテンの工場では、彼自身の3人の息子、バルター、ヘルマン、ハンスを含めて3000人を超える人々が働いていた。フリードリッヒ・フォイトの死去後、息子のバルター、ヘルマン、ハンスが合同で会社の経営を行った。バルターは、 ザンクトペルテンにある工場とその230人の従業員の担当をした。ヘルマンはハイデンハイムの工場を拠点に海外向け小取引の管理を行った。ハンスはハイデンハイムの技術部門の統括を担当した。彼らは協力して駆動技術に関する研究を発展させ、1929年に最初のフェッティンガーの原理に基づく流体クラッチと トランスミッションを製造した。二人の兄の死去後、ハンス・フォイトは会社の経営を一人で継承した。第二次世界大戦後、ハンスと重役会議長をしていたフーゴルプフは会社の新しい発展へ向けて動き始めた。ハンスの経営の下で正式会の開発と製造はさらに進歩した。さらにフォイトは海外進出や 他の事業分野への投資も始め、いくつかの会社を買収した。この時期の特筆できることとしては、ブラジルサンパウロに1964年に、フォイト SA を設立したことが挙げられる。この少し後、1971年1月7日に、ハンスは死去した。フォイトは、ヨーロッパ最大級の同族経営企業であり、現在でもなお、ハンス・フォイトの家族が所有しているが、 すでに直接会社の経営には関与していない。現在では会社はハイデンハイムの本社にある経営委員会によって運営されている。フォイトはかつてのビュルテンベルク王国で職人たちの小さな工場として創業した。1825年にヨハン・マット・ヘウス・フォイトが父親のヨハネスから5人の職人と共に地域の工場向けの道具と部品を製造していた。 工場を引き継いだ。この場所は現在でも、フォイトの本社が置かれている。19世紀半ば、ヨハンは、防石機械と、羊毛再生機械、印刷機械の開発を開始した。1848年、ハイデンハイムの製紙業者、ハインリー・ヒフォエルターと共に、紙の量産に向けて、研究を開始した。その当時、 紙の連続生産は原材料として用いられる、繊維の不足によりうまくいっていなかった。木材は豊富な再生可能資源であり、代替物として検討されていた。木材パルプから紙を生産する方法に関する初期の特許が1846年に、ハインリー・ヒフォエルターとフリードリッヒ・ゴットロープ・ケラーに与えられた。ヨハンはこの特許を研究し、 ケラーの設計を大幅に改善した。この結果、ラフィナーと呼ばれる木材パルプを生成して、紙の質を大幅に向上する機械が1859年に開発された。1867年、ヨハンは30人の従業員になっていた会社を、息子のフリードリッヒへ引き継いだ。同年、フリードリッヒは、ジェーム・フォイト機械工場という鍋地域の商業。 当規模に公式に会社を登録した。1869年に、フォイトは、初めての特許として、木材の粉砕機の特許を取得した。この木材粉砕機により、木材のセルロース繊維を経済的に利用して、紙の品質を向上し、近代的な新聞発行を可能にし、製紙工場を発展させる重要な一歩となった。 1881年にゲムリッヒハイムのレーセルーバー、ベスナーシーへ最初の一貫性式機械を収めた。フォイトの発明は新しい市場を切り開き、急増した発注により会社は急速に成長した。1890年代半ばまでにフォイトの機械は製紙業務のすべての工程をカバーしていた。同じ時期、フォイトでは タービンの開発を始めていた。1879年にアドルフ・プファールの設計に基づくタービン用超速機を製造し、これにより水力による発電に向けて決定的な一歩となった。1890年にはフォイトは高圧オープンジェット式タービンを納入した。同年、フリードリッヒは彼のビジネスの成功からビュルテンベルク王のカール一世に 経済委員会に入って顧問をするように指名された。1892年の会社設立25周年の時点で330人の従業員を抱えていて当時のビュルテンベルク王国で最大規模の会社であった。1903年にオーストリアのザンクト・ペルテンに最初の子会社を設立し、また同年フォイト史上最大の発注を受け12000馬力の 出力を持つ、ナイアガラの滝水力発電所向けの当時、世界最大の発電用水車を製造することになった。1911年、オーストリアのザンクトペルテン工場で、その当時で最速で最も幅の広い、リール資金札機を製造した。1913年に、フリードリッヒが死去した時点で、フォイトは、製紙業と発電業に強い3000人規模の会社と、 なっていた。彼の三人の息子は、会社の経営の責任を分担し、バルターが、ザンクトペルテン工場の責任を持ち、ヘルマンが、ハイデンハイムにおけるビジネス面を担当し、ハンスが、技術部門を統括した。第一次世界大戦後、兄弟は、駆動技術部門に会社を進出させることを決めた。1922年、タービン製造によって培った。 流体技術をもとにトランスミッションの工場の建設を始めた。これはヘルマン・フェッティンガーの開拓した流体エネルギー変換に関する研究に助けられて新たなブレークスルーをもたらした。同年、発明者のビクトル・カプランの名にちなむカプラン水車を初めて製造した。1929年、フェッティンガーの原理に基づくフォイトの初めての流体クラッチが ヘルデッケ用水発電所で使用された。それ以降、自動車用、鉄道用の同じようなトランスミッションが開発された。同時期に、工場の生産設備向けに収められた、流体駆動、トランスミッションでも知られている。さらに、フォイトを世界的に有名にした船舶向けの、フォイトシュナイダープロペラを送り出した。この新しい船舶駆動装置は、ウィーンの技術者、 エルンスト・シュナイダーによって発明され、フォイトによって改良されたもので、船舶の機動性をかなり改善することができた。実験船のトルクヨでの実験の成功を経て、1937年に、フォイト・シュナイダー・プロペラが、イタリア・ベネツィアの狭い運河で実用化された。1937年のパリ・バン博覧会では、フォイト・シュナイダー・プロペラと、 フォイトターボトランスミッションの展示に関して3つの受賞をした。翌年パリの2隻の消防船が新しいフォイトシュナイドアプロペラシステムを装備して収益した。1942年のヘルマンの死去後、ハンスが会社を引き継いだ。1945年4月24日には、ハンスが個人的にハイデンハイムの街をアメリカ軍に降伏させ、 街は占領された。第二次世界大戦中、会社の4000人の従業員中、約600人が死亡するか、行方不明となった。第二次世界大戦後、ハンスフォイトとフーゴルプフ重役会議長は、会社を高成長路線へ向けた。戦後の最初の納入は1947年の、ノルウェー向けタービンであった。それ以降発注が増え始め、 1949年に8機のフォイトシュナイダープロペラをユナイテッドアフリカ社へ46機のフォイトターボトランスミッションをブラジルへ1951年に新しい正式会オランダへ納入した。同時期、フォイトの機動車向けトリプルコンバータトランスミッションとバス向けトランスミッションディ y により駆動技術の世界でマーケットリーダーとなった。 1953年、フォイトは、フェルトミューレージー向けに、ヨーロッパ最高速の新聞印刷機を納入した。この機械は1分間に600メートルのスピードで印刷し、1日に200トンの新聞を作ることができた。1958年のブリュッセル、万国博覧会では、 ドイツ連邦鉄道向け機体式ディーゼル機関車用の最初のトランスミッションの開発で金賞を受賞した。1960年代を通じ、フォイトは急速に国際的な会社となっていった。1962年にルクセンブルクのフィアンデンにあるヨーロッパ最大の揚水発電所へ2機のスパイラルタービン、4機の揚水ポンプ、2機のポンプタービンを納入した。 その後、世界で最も広幅の新聞印刷機をスウェーデンに納入した。1962年から1966年にかけて、インドのユーテカルマシーナリー社とスペインのトーリアーズでタルーサ社に大規模な投資を行った。フォイトはさらに道具と正式会の製造会社であるデリーズを買収し、イギリスとフランスに新しい営業事務所を設置した。 さらに1964年にブラジルサンパウロにフォイト SA を設立した。1970年代セントリマティッククラッチと R130 リターダを商用車向けに開発した。アメリカでは1974年にウィスコンシン州アップルトンに子会社を設立し、またオレゴン州ポートランドにあるモーデンマシーンズの大株主ともなった。2年後、 フォイトは日本にも子会社を設立した。ハンスの死後、フーゴルプフは1971年に会社の社長となり、1973年には取締役会会長となった。1983年のアップルトン工場の取得後、フォイトはペーパーマシンクロージングの市場に参入した。また水力発電所運営で、 アメリカ市場で最大のペンシルベニア州ヨークのアリス・チャルマー,ースを買収した。すぐに、フォイトはアメリカにおける従業員を200人から1300人まで増やしている。1985年、フォイトはインドにも参入し、ハイデラバードに工場を置いた。1990年代には、極東での営業を拡大し、中国に注力した。1994年、 甲州第二溶水発電所にタービンを供給した。さらにその2年後、フォイトは世界最大の正式会の契約をした。また、コンサント両よに1996年に生産工場を開設した。1986年からフォイトのスポークスマンを務めているミハエル・ロゴースキの下で会社は独立した。 事業部門と経営統括組織に組織変更した。1988年には R115 統合、リターダを投入し、1989年にショーンバウにヨーロッパ最大の脱インク工場を稼働させた。1994年にはスイスのスルザー社と静止事業部門を統合した。1999年には、 イギリスのスキャパの製紙事業運営を買収して、これによりマシンクロージング技術でトップになった。翌年タービンと発電機技術の有力会社同士の合弁でフォイトシーメンス水力発電が設立された。2000年にはミヒャイル・ロゴースキから会社の経営責任がヘルムト・コールマンに引き継がれた。コールマンの下で総売上げ40億ユーロ。 従業員3万4000人の世界規模の企業となった。またフォイトは技術サービスの分野へも進出した。シュトゥットガルトのドイッチェインダストリーバルトゥンクエージーの支配権を取得したことで、新しいフォイト工業サービスという部門の基礎となった。この分野は近年かなりの成長を見せており、さらにイモイコールヒュー、US プレミアグループ。 ヘルマン・インダストリアル・テクノロジーズなどの会社も買収している。2006年5月、フォイトの製紙技術センターがハイデンハイムに開設された。スコットランドにおけるフォイトの子会社、ウェーブジェンは最初の地域で電力網に送電可能な波力発電装置を導入した。また、世界最強の液体式ディーゼル機関車、フォイト・マキシマを開発した。 2010年10月1日、持ち株会社はそれまでの株式会社から有限会社に組織変更した。2000年以降、取締役会会長は、フーベルトリーンハルト博士である。関西委員会の議長は、元ドイツ産業連盟議長のミハエル・ロゴースキ博士である。また、フォイト従業員協会の会長のゲルト・シャイブルが補佐をしている。ありがとうございます。